ハムステッドガーデンサバーブは、イギリスの首都ロンドン北西部、バーネットロンドン特別区にある、郊外住宅地区。ハムステッドの北、ハイゲートの西、ゴールダーズグリーンの東に位置する。20世紀初頭の住宅建築と都市計画の事例として知られており、マスタープランは、バリー・パーカーとサー・レイモンド・アンウィンによって、作成されている。ハムステッドガーデンサバーブの創設者である、 ヘンリエッタ・バーネットは、オット・サミュエルと共にホワイト・チャペル・ギャラリーや、トインビー・ホールの事業を創始した人物であった。1906年、バーネットは、ハムステッド電園公害新宅会社を設立し、同社は開発計画のためにイートン・カレッジから243エーカーの土地を購入し、レイモンド・アン・ウィンを建築家として任用した。この計画には、 以下のような目的が定められていた。こうした方針は、この地域の住宅に関する条例とは対立する内容であったため、例外的扱いを特定法人に関する個別法案によって議会に認めさせる必要があった。法案準備を通して道路用地は圧縮され、より広い面積が庭園と公開空地に当てられることになった田園郊外の理念は、 エベネザー・ハワードの業績によって着想され、同種のものとしては、最初に開発が進められた、また、パーカーとアンウィンも関与していた、レッチワース田園都市の計画と開発の理念や、経験に明確に基づくものであった。ハムステッドにおける開発に関わった建築家としては、他にも、ジョージ・リスター・サト・クリフや、ジョン・サウターらがいた。しかし、電園都市とは異なり、 業務施設はなく、商業サービス施設もほとんどない郊外住宅地であり、自足を求めて計画された地区ではない。1930年代には、サバーブと地元住民たちが呼ぶ範囲は、幹線道路 A1 を越えて、北側にも広がった。北側の地区の住宅は、より特徴的な例もあるが、総じて建築としての価値はやや劣るものとみなされている。 サー・エドウィン・ラッチェンスが設計した中央広場には、ストリート、ジュード・エス・チャーチとフリー・チャーチの二つの教会が配置され、さらにクエーカーの集会所も設けられている。地区内には、教学の公立小学校が2校ある。このほか、公立の女子小学校であるヘンリエッタ・バーネット・スクールがある。かつては、学校の施設を利用して、成人教育センターとして、 ザインスティチュートが設けられていたが、現在は、イーストフィンチリーの地下鉄駅の向かいに場所を移し、新たに芸術センターが新築された。買い物や各種のサービスは、地区内のマーケットプレイスや隣接するテンプルフォーチュンの商店街が提供しており、場所によっては、ゴールダーズグリーンやイーストフィンチリーから徒歩圏内というところもある。屋外アリーナであるリトルウッドでは、夏場には、 演劇が上演される。住宅の売買価格は高く、住宅組合による住宅の比率が極めて低いため、ハムステッドガーデンサバーブの住民は、ほぼ完全に上位中3階級に属している。サバーブ内にあるフリーホールドである住宅、集合住宅、商業施設などは、1967年のリースホールド改革法にのっとって定められた。 運営計画に従わなければならないことが1974年1月17日の高等法院大法官部の判断によって確定しており1983年2月17日にはさらにこれを補う判断も示されているハムステッド田園郊外新宅の目的はこのサバーブの特色と良好な環境を維持することにありサバーブ内のフィンチリーロードに置かれた 事務所を拠点に計画を運営している。自由保有不動産の所有者は、自身が保有する建物の外見に変更を加える場合には、HGS トラストから承認事前を得なければならない。このほか庭園についても大きな変更、小屋などの設置、樹木の伐採や枝打ちには、トラストの同意が必要になる。トラストはまた、地区内に残るリースホールドの大部分の所有者であり、 そうした物件のほとんどは非常期長期にわたる契約によって供給されている。ありがとうございます。